Uh, ladies and gentlemen, uh, welcome to the Foreign Correspondence Club. My name is James Sims. I'm the president of the club. Um, as uh, you know, today's guest speaker probably doesn't need much of an introduction. Uh, this is, I believe, his second visit, probably almost in as many months. Um, He's just off a visit um, to speak at the UN uh, Human Rights uh, Commission uh, about. 皆様ようこそお越しいただきました。私はシムスと申します。会長でございます。まあ隣のキャストスピーカーはご紹介しなくてももう非常に有名な方でございます。過去数ヶ月間彼は海外にいらした。いろいろ沖縄、まあ普天間あの移設問題についてお話をしているわけでございます。ごく最近にはあのジュネーブにもいらしたということが話題になっております。そしてまたあの前知事があの証人を下ろしました。その埋め立て。 作業への,その許可これをまあ取り消しをもう発表しているわけでございます私は25年前から日本でジャーナリストとして活躍しているわけでございますがこの沖縄問題といいますのはまあずっとこの沖縄問題についていろいろ対立してきたわけであります。しかししかなながら知事になりましてまてた、えー 国内の問題ではなくもっと大きなその国際問題にその問題を多くの国々に定義しようとしているわけでございます。これによってより多くの国々がこの問題に注目することにより新たなそのフェーズにこの問題を持っていこうとされているのではないかと思います。では小長知事よろしくお願いいたします。 えー、はいさいぐすうようちゅうがなびら、えー、沖縄県知事のお尾長武史でございます、えー、まあ前回5月20日にですね、えー、ここで外国特派員協会で私のおその時までのですね、えー、沖縄の普天間基地の移設の問題、えー、新辺野古基地の問題等々話をさせてもらいました また改めてここで皆様方にご報告をする中で、またいろいろ議論を深めていただくことに、心から感謝を申し上げたいと思います。そして、それから以降のいろんな出来事があった後にです、ね、昨日で終わりましたけれども、国連の人権理事会におきまして、改めてそれまでの総括の沖縄の問題を話をさせていただきました。 えー、今日はあこれを受けてです、ねえー、今日までのいきさつをまたお話をする中から、ご質問等を受けて、えー、ご理解を深めていただければありがたいと思っていますそのままでいいですか、ちょっとあ、えー、と今日随時ですから、大丈夫だと思います。それでは、えーまあ、あの5月20日以降に、起きた出来事で、一番大きかったのが、7月の9日から。 あ8月の九日からです、ね、9月の八月の10日から9月の9日まで,です、ね、約1か月、工事を止めるということになりました、私はそれまでもとにかく工事を止めて話し合いをさせていただきたいということを申し上げておりましたので、政府がそれに応じて1か月、工事を中断したということはです、ね、私からしても理解をする中から1か月中断をいたしました。 でこれから報告はしますけれども、1ヶ月間で何が話し合われたかということを考えますと、やはり私からしますと、まあ、安全保障法制、安保法制ですね、これがあいろいろ切迫となった中で、まあ、沖縄問題も抱えるのはなんだなということで、1ヶ月工事を中断したのではないかなというふうにも思っています。なぜなぜらば5回の集中協議ががありましたが 私は沖縄の問題をいろんな角度から話をさせてもらいましたが、えー、向こうの方からはほとんどそれに対する返答は1ヶ月の間ございませんでしたですからそういったような感じもするわけです。 しかしながら、その5回の中で私が話してきたことは、いつも終わってからの記者会見で、私はこういうふうに申し上げましたというふうに報告をさせていただきましたので、その中でのいろんないきはですね、一定程度ご理解をいただけたというふうに思っております。そそれでで今日日ののの後5月20日以降の出来事での一番大きな 1>, 1ヶ月間の集中協議の中で、私の方が申し上げ、ほとんど反論はなかったんですけれども、政府の話をしたものをですね紹介をして、これまでのですね経緯に変えさせていただいてから、皆さん方の質問等を受けたいというふうに思っております。えー、まあ最初にお話をさせていただいたただのが えーまあ、その前からでありますけれども菅官房副長官、えー、官房副長官とは4月に最初にお話ししてから、えー、ずっと沖縄の歴史を含め一番私が思いをお話をした方でありますが、えー、私の思いすべてについてですね、えー、集中協議が終わるときの私が私のそういった話は通じませんかという話をしましたら 私は戦後までなので、そういった沖縄の置かれてきた歴史というようなものについては、なかなか分かりませんが、19年前の日米合同会議で、えー、辺野古が唯一だと、辺野古に移すんだということが、私のすべてですという話をさされましたので、私自身は、えー、お互い70年間を別々に生きてきたような感じがしますねとこういう話をさせてもらいました。 そしてなぜ辺野古が唯一という政府と私がこの県外移設が出なきゃいかんかというようなものを簡単に申し上げますと普天間は戦後米軍が私たちが収容所に入っている間にあるいは収容所じゃなくて住んでいる人の場合には銃剣とブルトーダーでどかして 今ある沖縄本島にある18%、本島の面積の18%を占めておりますけれども、その基地はすべて強制接種です。私たちがどうぞと言って差し出した土地は一つもございません。ですから、今回、新平野古基地は初めて沖縄県側がです、ね、形とすれば了解したという形になっておりますけれども、ただ、前知事も4年前の選挙では、 県外移設ということで当選をしましたのである意味では県民に約束したことを破って埋め立ての承認をしたわけでありますからこれを私が選挙でもって昨年名護市長選挙すべての衆議院選挙沖縄県知事選挙で辺野古には作らさないとういう沖縄の民意をです、ね、出す形でそれを否定しましたから。 私はその原点というものは、この沖縄の強制接種にあるということが一つ、それからもう一つは、その16、17年前に稲峰知事などが辺野古ということで了解をしたのはです、ね、条件付きだったんです、辺野古には作っても、15年後には返してくださいよと、軍民共用で使う。 それから以降は沖縄県にこの経済振興という形でできるんであればその基地の負担も受けましょうということでやりましたら橋本内閣は閣議でこの知事と名護市長の言うことは尊重しますということでそれを閣議で決定してからこの問題を進めたんですが小泉内閣平成18年になります。 その橋本さんの場合には平成11年、それから7年後の18年には、小泉総理がその時の11年の閣議決定をです、ね、打ち消してしまいました、ですから、正式に沖縄県側が辺野古でいいですよといったです、ね、条件付きのものも全部保護にしたわけですから、それも原点としてはおかしいというようなことをです、ね、菅さんには話をさせていただいたわけであります。 それから、この中でも中谷防衛大臣とはです、ね、抑止力について、割合閣僚4名の中では議論をした方であります、で中谷さんはなんとおっしゃったかというと、中国が大変脅威であると、ですから沖縄の自衛隊のスクランブルも2倍、3倍と回数が多くなっているので、 ぜひとも沖縄にミサイルも配置をしたいし自衛隊も改めて宮古と石垣に数百名程度配置をしたいというような話をされておりましたそれが抑止力につながるんだという話がありましたので私の方からは沖縄は27年間米軍の施政権下から外された時には 日本国民でもないアメリカ国民でもない中でですねベトナム戦争を沖縄の基地を使って戦争をしたわけなんですと日本の戦後の平和と高度経済成長は沖縄が27年間米軍が自由に使うことによってですね私は成り立ったものだというふうに思っておりますというふうに申し上げました。そそしてうういう状況でありますからこの 沖縄が27年間そういったような形で軍事基地であったものは当時はソビエト連邦中国が共産主義社会として、えー、世界がどうなるか分からんという時に沖縄が要石として必要だと言われておったんですがあれから40年経ちまして今中国が脅威だと言ってもあの冷戦構造に比べてどれだけ脅威になっているかということが何にも説明がない、えー、そして、えー、安保法制の中では 中東のホルムズ海峡まで、えー、沖縄の基地を使ってです、ねえー、抑止力としてやる、あるいは南沙諸島に中国が進出するまでも沖縄本島がです、ねえー、沖縄の基地がその役割を果たすんだという話を中谷さんがされたときに、私はそのホルムズ海峡と南沙諸島までなぜ沖縄がその守らなきゃいかんのか、えー、日本の安全保障は日本国民全体で守るべきではないかと。 いう話をするんですが、全く他の知事さんとか市長さんは反対するんですよと言って取り合いません。しかし沖縄県は、えー、もう二三年前、えー、全四十一市町村長、全四十一市町村議長、全県会議員が銀座でデモをして官邸に沖縄はダメですよと言って全員で揃ってですね、えー、反対の要請書を出しましたけれども、五分しか会ってくれない上に一個だにされませんでした。 ですからこういったた状況等もです、ね、中谷さんには話しましまそれでこの3年前からはアーミテージさんとかジョセフ・ナイさんとかマイク・モチズキさんは沖縄はむしろ中国に近いから危ないんだといわゆるミサイルが発達しましたので中国のミサイルの,この命中度と それからこの近いということはです、ね、沖縄全体が普天間や嘉手納がです、ね、一発で沈んでしまうのでむしろオーストラリア、グアムハワイ本国に置いておいていざという時に沖縄に来て有事の時にはやった方が柔軟性があって大変そのアジアの安定にも有効なんだと。 というようよな話もずっとあっあたわけですけれれどもそれもそ今は聞く耳を持たないようででありますですから、えー、沖縄にミサイルが飛んできたらどうするんですかといったときの中谷さんの発言は、沖縄にこれからミサイルを配備するので、ミサイルが来たらミサイルで撃ち落とすというんですよね。私はそれを聞いたときに、えー、沖縄県を領土としてしか考えてないなと。 140万の人間が住んでいるということ70年前に日本軍と一緒になって10万人以上が亡くなったということそういったこと等が、ね、全く今日まで反省がないような形でありますから中谷さんとはそれ話をさせていただきましたそれから岸田外務大臣には。 私たちはそういうことですから、ワシントン DC にも行ったりして、過去何回もですね、歴代の知事含め、県会議員とか、えー、ワシントン DC には行っております、その時に向こうの高官がおっしゃるのは、必ずこういうことを言います、話を聞いて終わった後と、これは日本国内の問題だから、日本政府に話をしなさいというんですね、私たちは帰ってきて、その時々の外務大臣、防衛大臣に、アメリカは日本政府が決めると言ってますよと。 だからお願いしますよと話をしたら、いや、後ろからアメリカが嫌だと言うんだよという話で,です、ね、私たちはたらい回しにされます。ですから、本当に日本が独立国家なのかというようなことについては、沖縄県が米軍基地を預かってです、ね、日米地位協定の厳しさもよく壁として分かる中にです、ね、日本の在り方というものがよく見えてまいります。 それから総理とお話しした時にはたくさんのお話をしたんですけれども最後の方にお話をしたのは世界一危険だと言われているあの普天間基地そして新兵の小基地ができないまならば固定化をするというんですよね13年前にラムズフェルド国防長官が来てこんな危険な基地はない早くどかすようにということでラムズフェルド国防長官が話をされて帰ってからが普天間のです、ね、具体化が進んできたんですけれども。 辺野古が唯一といってそしてそれを作らさないんであれば普天間は固定化する本当に世界一危険な基地を総理は固定化するつもりですかという話をしましたら何にも返事がなかったということからするとですね大変おかしなものだと思っています最後になりますけれども山口沖縄担当大臣沖縄の予算を扱っております沖縄がですね苦慮している苦しんでいるのは何かというと本土の方々が 沖縄は基地を預かっているからたくさんの振興策をもらっているんだというですね。え、その誤解があります。なぜそういうふうに誤解されるかというと、いつも年末にですね、沖縄県の振興予算3000億円確保であるんですよね。そうすると本土の方々は何を思っているかというと、47都道府県が全て等しく予算をもらった上にですね、沖縄県が3000億円もらっているというですね。その誤解をしているわけです。これは全く違っていまして。 沖縄県は27年間、日本人でもない、アメリカ人でもない、日本国憲法の適用もない、当然合衆国の憲法の適用もない、ドルを使って22年間生きてきましたから、違い保権の中で生きてきたわけですね。ですから、44年前に復帰をしたときには、国会議員も一度も出したことないものですから、予算の取り方が分からない、予算の取り方が分からないから、間に沖縄開発省が40年前に入って、 今は内閣府の沖縄担当が中に入って、私たちの気持ちを聞いて、財務省に話をして、まとめて予算を取ってくるというのが沖縄県、47都道府県の中で唯一なんです他の46都道府県は、それぞれの都道府県の各部長さん、土研部長さんが道路を作る、教育委員会が学校を作る、福祉部のところは貧しい人たちに何をするというようなものを政府に行って、それぞれが予算をもらってくるわけですから。 何も発表される予算はないんです新潟県の振興予算はいくらですとか高知県の振興予算はいくらですとかありません、自分でしっかりと数千億円予算を取っているわけです。沖縄だけが27年間のブランクの中で予算の取り方が分からないだろうということで今日まで44年間間、に内閣府が入いてそれを意見を聞いて取ってきたものですから。 後で年末にですね沖縄県の振興策3000億円と出てくるんですですから地方交付税は沖縄県は全国の16位です国庫支出金が合わせてですね6位、えー、そして6位というのも6位のところ7件ぐらい並んでますので特段、えー、その突出してどうこうという話ではありませんそしてなぜ上位の方にあるかといえば27年間全く顧みられませんでしたから沖縄県は戦争の後道路も 例えば待機児童保育園などもです、ね、ほとんど認可保育園というのはないというような状況そういったものを本土並みに是正をするということで公立補助とかいろんなものが出てきたわけでこれも特に都道府県で,です、ね、突出してということじゃございませんのでこれがいわゆる一番の誤解になってです、ね、よく私は去年まで主張しておりましたけれども。 全国市長会に行きましても必ずこう言われるんです。基地問題何とか皆さんで解決してくださいというと沖縄さんまああの基地を置いてそして新工作をもらったらいいですよ羨ましいですねなどという話をですねもういろんな方々がやります。そういったものに反論するものはですねなかなか簡単ではございません。ですから今日までそういう話を訴えてきましたので今日またこういうことをもう少し詳しく 詳しくお聞きしたいのであれば、また今日ご説明もしますので、ぜひこういう形でですね、えー、5名の閣僚とも話してきたことを受けて、これはやっぱり国際社会にも訴えなきゃいかんなということで,です、ね、国連の人権理事会で2、3日前にこの発表させていただきました、その今日までのいきさつを改めてご報告をさせていただきましたので、またご質問とかありましたら、よろしくお願いいたします。 では質疑応答にいただいと思います。ワーキングプレスの方から、携帯電話、まず聞いてください。スピーチはやめてください。名前と所属をおっしゃった上で1問お願いします。その前に私の方から、国連人権理事会の反応はどうでしたかそして、何か行動を取るということを示唆するようなことはあったんでしょうかおっしゃった内容について。 国連の人権理事会というのは、数は何名でしょうかね、2、300名の方が、えー、前半の方には国の代表がおられて、後ろの方には世界の NGO、人権問題を考える NGO の皆さん方がおられて、そしてスピーチの時間は2分でありましたですから今の話を2分間に凝縮して、私は話をさせてもらいました。 そして私の話をする前には、北朝鮮の人権問題が話し合われておったわけで、ある意味で多様なです、ね、そういった問題がありまして、ですからそこで私の意見を議論をして、人権理事会が結論を出すというようなところではございませんでした。しし日本政府の方から反論がありまして えーまあ、NGO 枠を作って話をするものに反論をするというの国が反論するというのはめったにないらしいんですが、まあ、あの今日までのです、ね、沖縄問題に考えるまあ菅官房長官がおっしゃるような話をしてそれも2分間で反論しましたでこちら側のまた NGO がです、ね、私はもう帰国になっておりましたから、えー、反論する時間はまで残れませんでしたけれどもその方々が、えー、例えば、えー、1か月前に普天間の 西普天間50ヘクタールを返しましたよという日本政府が話しているんですねつまり基地の削減にも私たちは力を尽くしているんですよって言った後のまあ私どもと同じ考えを持つ NGO の方があの言ったのは それっていくら返ってきたかわかりますかとか0.2%か0.02%ですよというような形でですね、反応してきたらしいんですが、こういった0.1%ぐらいとか2%とかというものを返したことをですね、大変大きく誇張するような反論だったという意味では、大変残念,だった残念だったなと思っております。Thank you. ありがとうございますフランステレビとラジオのものでございます、ジョール・ルラ・グランドと申します。ジュネーブにいらっしゃったわけでございますが、今、あの安保法制が日本であの採決されましたので、まあ、非常に状況がちょっと複雑になっていると思います沖縄が、えーまあ、標的になるかもしれませんですね、今後は。 えー、つまり、えー、政府への圧力をかけるために、まあ、沖縄も、えー、利用する、えー、ということが政治的なカードになるのではないかというふうに思っておりますつまりその、えー、国民の大半,大半がその、えー、安保法制の可決の方法について怒,怒っているということで沖縄はそれについてそれにおきまして何か利用されるということは考えられますでしょうか利用できるということは考えられますでしょうか。 えーまあ、の安保法制、えー、これはまああの集団自衛権ということで,です、ねえー、この密接な関係、まあ、ほとんどアメリカを指すと思いますけれども、アメリカの後方支援としてです、ね、日本が、自衛隊が行動できる範囲がです、ね、大きくなってきております。 その場合に先ほどの中谷防衛大臣が中国とのスクランブルで2倍、3倍になったので沖縄県の基地を強化するんだという話がありましたその一環としての新辺野古基地これはまた日米両政府あるいはまた米軍や自衛隊の幹部が言っているようにこれから日米共同でその新辺野古基地をですね運用するんだというような話であります。で沖縄県は 私がさっき申し上げましたが自ら差し出した基地というのは一回もないんです全部強制接種で取られた基地ばっかりだから私たちはその基地の在り方について口を差し挟めるのですが今回あの美しい大浦湾ジュゴンやウミガメが住んでいるところを160ヘクタール埋め立てて新しい基地を作るのはこれ国有地に変わりますいわゆる国の土地になるわけで私たちの沖縄県の中で私たちが手が届かない 基地がが出来上がるわけでこれはまさしくですね基地機能の普天間は今老朽化してますからここに270メートルクラスの船が接岸できるようなバースも作りますし弾薬庫は今外側に遠いところにあるんですがそれもそこに合理的に配置されることからしますとです、ね、この安保法制というものがまた沖縄をベースにしてそういった基地機能強化ということになっているようなものが見えてまいります。 ですす。から、今、安保法制に大変国民が危惧をしておりますこの法律を作る手続き論でも危惧をしておりますけれどもその内容についても危惧をされておりましてこれはもうどの新聞の世論調査でも反対が2倍ぐらいになっていることを考えるとですね私は国民が安保法制の危険性について感じているものを 沖縄は現実に今動いているところだという意味ではです、ね、私たちの今の現状を伝えることによって本土の皆さん方にです、ね、あ先々は日本全体がそうなるんだなあるいはまた日米安保体制というものがアジアに貢献をしているようには見えるけれども一触即発というです、ね、この危険性も隣り合わせに持っているんだなと。 ということをご理解いただければ、私たちのです、ね、沖縄の今の基地のあり方等を全国民に知らしめるという意味では、大変大きな私は日本国民全体でのです、ね、理解が進むのではないかなというふうに思っています。はい uh, ハドナ・サレと申します。今日はありがとうございます。私は沖縄に関しては20年間ほど報道しております。私最近は。 過去の報告書のレポートをそのままコピーして日付だけを変えております状況が全く変わっていない堂々巡りである全く変わっていないということだと思います日本政府は何とか沖縄の理解を取りたい沖縄はダメだと言ってそしてアメリカは日本の問題だと言っているこれは変わっていません全くこの先も変わる見込みはないと思います民主党の鳩山氏が登場した時も基地は県外にと たわけですけれどもその後になってすいません間違いでした県内にということになりました下山先生変更される見込み期待はないと思います新しい方針で例えば受け入れるというのはどうでしょうアメリカはこれらの基地は世界の廃に繋がるそして各国の民主化に繋がると言っておりますこういったことについてどのようなコメントを持ちでしょうかはい、えー、まああの堂々巡りです。 ですから、小さな沖縄は136年前までは独立国だったんですよね、えー、人口は数十万人ですから、まあ、小さな国です、それで日本に併合をされました、えー、そして立派な日本人になろうと思って自分の言葉も使わないようにして日本語を練習して一生懸命、日本人になろうとした次に来たものが70年前の第二次世界大戦です。 その中で沖縄本島で行われたものは県民が12万2千人が亡くなってそして日本軍も9万ほどアメリカも1万ほどという形で亡くなったんですがその中で一番 えー、この悲惨な目に遭ったのは県民で軍隊と一緒にです、ね、逃げまどって足手まといになるからということで、えー、豪雨の中から、えー、この日本軍によって出されたりいろんなもう言えば言うほどです、ね、私が惨めになるぐらいです、ね、たくさんのことがございました、まあそういうことで戦争が終わったら今度は、えー、県民のいない間にあるいはいる場合には銃剣とブルトーザーで今の基地は全部出来上がったわけですね。 私たたちが差し出し出基地でもないつまり自己決定権とか何もない何もかもその大きな権力の前で今の基地は取られたわけです。そして戦後7年目1952年に日本政府は今度はその70年ほど前に沖縄を併合しておきながら1952年に米軍の施政権下に沖縄は差し出されて国籍不明になってしまいました。ここうういったたようなことをです、ね、経てきた沖縄がですね 今日米両政府という大きな権力と沖縄の自己決定権を含め基地から派生する人権を守るためにいろいろ発言するものを勝てそうにもないから言うことを聞いてそのままにしていなさいよということが今質問された方もそうですけれども自ら一人一人がそういう境遇にあった時には これは致し方なしということで,ですね、えー、みんなそれぞれ自分の生き方、えー、そして同胞の生き方、こういったことに関してです、ね、容認する気持ちがあるのかどうかですね、これがなければです、ね、私は人間としての生きる意味合いがです、ね、相当するのではないかという気持ちもあるものですから、いろいろ頑張っております、そして民主主義を世界に及ぼすという日米安保体制なんですけれども、 私はこの国連でも話をしてまいりましたけれども沖縄県のこの自己選択権あるいは人権自由平等そういったことをですね何にも保障もしないこの国が世界に自由と平等と人権と あるいはまた民主主義というようなものをです、ねえー、共通して持つ連帯の国をつくってそして、えーまあ、どこの国とです、ね、どっかの国と対峙しようというです、ね、資格があるのかという話なんですねですから小さなものは全部翻弄して構わないというような国がです、ね、どうして世界の国に確固、ねえー、たる民主主義国家としてです、ね、このものがあるのかどうか戦争を防ぐという意味では今力を持っていると思いますけれども。 その理念を伝えきれるかどうかという意味では、私は沖縄から見たらですね、この日米安保体制の品格という意味でですね、大変このサムシーがあるのではないかというふうに思っています。ジンボー。日本語で質問いたします、ビデオニュースのジンボといいます。 あの知事もしもですねそのまあ埋め立ての許可を知事が取り消されてでまあ国はその埋め立てをえ続行する強行するとなった場合にですねえ実際にその工事をまあえ妨害あるいはそ,のそれに対して反対運動をするために市民がですね何か活動をやってそこにですねえまあそれを排除するために沖縄県警がえまあ警察権を行使した場合にえ沖縄県知事 えと、いうのは、警察に対して何か一定の権限を持っているのでしょうか、それから持っているとすれば、それをですね実際にえまあ何らかの権限を発動するえ準備は用意はあるのでしょうか、そのえ県のえまあ公安委員会えというのは、知事のえまあ管轄下にあるというふうに理解してますので、予算も一定の予算を出されていると思いますが、その辺よろししくお願いします沖縄県警は、あ議会などでですね、 答弁をする時にも私どもと同じサイドに座って質問を受けるんですが私はそれ以外の各部,各部局ですね全部答弁内容は私がチェックをしてそしてお互いその見識を一つにしてですね答弁するんですが沖縄県もそうですけれども他の都道府県も 警察の方はですは、ね、答弁権そのものが私たちとはもう全く関係ありません、ですから、調整をしたことは一度もございませんし、警察法施行令によりますとです、ね、やはりこの沖縄県公安委員会の管理下に置かれている、他の都道府県みんなそうですが、公安委員会も管理下に置かれておりますが、公安委員会は中立独立。 中立ですので、こういった意味では沖縄県知事がですね、公安委員会にこういう意味での指導をする指揮指導をすることは全くあのございません。そしてこのまた幹部人事などもこの中央から。 送られたきあた方が大変権限を持っておりますから、沖縄県知事がですね、関与するものは予算だけが一定程度あるということだけになります。ですから、今言ったような場所でですね、私がこうしろ、ああしろというようなことはできる状況ではございません。Working Press?Working Press の方ですかどうぞ。ニコニコ動画の何 ます。よろしくお願いします。あの民意に関連して質問させてください。えっ、ー、と昨日になりますけれども、あの来年1月24日投開票のですね。沖縄県宜野湾市長選に元県職員の志村氏が立候補を表明されました。米軍普天間移設あ失礼しました。米軍普天間飛行場の固定化訴訟を掲げています。現職の佐喜真氏も再選を目指すということで。 いわゆるその移設反対の知事派候補とですね、自民党支援の候補の一騎打ちの構図といわれていますが、えー、民意に関連ししてご所見をお願いいますはいえー、実は今の宜野湾の市長さんも、3年ほど前の選挙では、普天間は県外移設と。 ということで当選をされましたが、えー、自民党県連が変わっていきましたので、えーまあ、そういう意味から言うとそのことについてはです、ね、話をしなくなりました、えー、で今回、えー、この民意ということでありますけれども昨年のおこの県に関する選挙が4つ行われております名護市長選挙これは4000票差で今の稲さん反対をする人が当選しましたそれからあ名護市議会も 26議席ですかね、そのうちの過半数以上をです、ね、反対する議員が占めておりますで、私の沖縄県知事選挙では、私が36万で、承認をした前知事が26万ということで、10万票差で私が当選いたしました。 それから安倍内閣の選挙総選挙が去年の12月ごろ行われましたけれども290議席を取ってそして60日ルールを使ってでも安保法制ができるんだというような大量の当選者を出したんですが沖縄に置かれての4つの選挙ではです、ね、全部反対派が当選をいたしました。 それを受けて今、基地問題で今日まで先ほどから話をしているとおりあるわけですけれども来年すぐ行われるのが1月24日のですね、宜野湾市長選挙、これは昨年の私が辺野古基地を作らせないというような選挙の36万の中身はどうだったかといいますと議論案でも私が3000票を勝っております。それから衆議院選挙でも 辺野古には基地を作らさないというですね候補者がですからそういう意味でも民意はですね宜野湾の基地があるということは絶対に許されないことでありますけれども今まで自ら差し出したこともない基地そして全部強制接種された土地の基地の中で苦しんできたこの沖縄県からするとそれは日本国民全体で引き受けるべきであって。 新辺野古基地にですねこの強引にですね推し進めていくというようなものはもう県民全体でノーと言っている中から普天間のですね固定化は避けるということになります。で昨年の一昨年の中居さんが承認をした時のですね大きな理由の一つに普天間の5年以内の運用停止というのがあります。つまり辺野古基地が作られていく中でで年以内には不天間のですね 飛行機が飛ばないような状況を作り上げるというのが総理と官房長官の約束でありましたけれども今何を言っているかというと辺野古を作らせないという私が当選したからそれはもう保護になるという話をしておりますが実際上はこの中島さんが承認を取り消した翌年の2月からですね ここからじゃあ5年間というのを計算しましょうねということをもう1年半以上になるわけですけれどもその間このアメリカの高官からはそんなのが受け入れられるかと5年内の運用停止などはできませんよと。 おいうよういよな反論もたたくさんありましたそして日本政府もそれについて中山さんと私が選挙している時には誰が当選するか分かりませんから少なくとも8ヶ月間ぐらいはそれのですねこの努力をする形跡があってもよさそうなんですが。 5年以内の運用停止の中の8ヶ月間中山さんが当選しないということが分かるまで,です、ね、何もしなかったというようなことからしますとやはりこれは空手型ではなかったのかなというふうに私は思っておりますのでこういう意味からしてもです、ね、この推移については大変疑問もありますしだから普天間の市長選挙は必ず勝って。 その意味で,名古屋でも、ギノワンでも、オキ湾でも沖縄県全体でもですね、この反対の意思表示をですね、するように頑張っていきたいなと思っています。Okay、thank y o u m a n r Thank you very much. ありがとうございますハックと申しますバンガラデシュの記者でございます沖縄で声が高まっているかと思いますやはり独立すべきというような話が声が出てるわけでございますがこのような声がどんどんあの増えてくると思うんでございますがこの沖縄独立案についてどう思いますでしょうか えー、まあ,あの沖縄の置かれてきた歴史からするとですね、えーまあ、世界中のいろんなところがあると思いますので、えー、それぞれ国の在り方は違いますけれども今おっしゃるようなものをです、ね、懸念する方もおられます。 しかし、えー、一つは私からするとです、ね、よく、まあ、私どもとは考え方の違う本土の方が独立するようなものをやるんですかという話をするんですけれども、私たちからするとです、ねえー、戦後7年目の1952年に、日本の独立と引き換えに沖縄を切り離したわけですよ私たちが切り離されるということを選んだのではなくて、日本政府が沖縄を切り離したんですね。 ですから私たちにです、ね、独立かどうかというのはそういったことも踏まえた中で,です、ね、どうあるべきかというようなことも考えていかなきゃならんと思うんですが今回、国連で言ってきた自己決定権というのは私たちが歴史的にも翻弄されてきてそして今現在みずらのです、ね、海までもある意味で銃剣とブルドーザーで,です、ね、埋め立てられて新しい基地になる。 民意をないがしろにされたまで基地になるということについてですね日本国民としてですね日本国民の方々にも訴えてそしてみんなで考えていこうじゃないかと。日本のの民主主義というものは今沖縄に 極端に表れてますけれども、福島の原発もそうでありますが、そういった国のために犠牲になったようなものに対してですね、大変冷淡なですね国が今の民主主義というの日本の中で私はあるような感じがいたします。東北大震災やいろんな中で日本国民の本当に困った人を助けていくというですね大変美点も。 素晴らしいものも世界に評価をされているところでありますが政治的な意味合いでですね、えー、虐げられたような感じ切り捨てられたようなところにですね冷たいような感じをするのは私はあの大変残念なあの状況だというふうに思っておりますですから私たちは自己決定権という自らの運命というものは自らが相当関わることができるようなものの中で民主主義というのがあるべきであってそれを一個だにしないように切り捨てられるようなものはですね私たちが独立をするという以前にですね 日本の民主主義のあり方としてですねおかしいんだということをですね国民が気づいていただかなければこれは私はいかないなと思っております。私たちの今置かれている位置はアジアのダイナミズムをですね経済的な発展を取り入れて今、情報産業あるいはまた観光産業あるいは物流拠点として大変沖縄は飛躍的に発展しようとしております。日本とアジアジののこの 交流のです、ねえー、架け橋琉球王国時代のこの万国診領の精神というのはアジアの架け橋になろう日本と中国が鎖国をしておりましたから沖縄は日本朝鮮中国タイフィリピンベトナムこういったところをですね何百年前に駆け巡って大交易時代貿易を中心として小さな国ながら栄えてきました。 ですから今私たちが望んでいるのはそういったようなものの中で,ですね日本とアジアの架け橋になろうそして基地の要塞化ではなくて沖縄県全体にミサイルを置いたり基地を置くのではなくてむしろ平和の干渉地帯としてですねアジアの国連機関とかあるいはまたアジアのいろんな方々がですね沖縄に住むことによってですね私たちはアジアとの交流で生きてきましたのでその意味では東西1000キロ 南北400キロに160の島々があって40の島々に人が住んでおりますけれどもこれは文化的にもですねですですから沖縄がむしろ平和の鑑賞地帯として生きていくことに私たちは意味を持っているからこそ基地にも反対するわけでありましてむしろ日本の品格をですね私は沖縄がこれから高められるもんだというふうに思っているわけでありますからぜひそのことはですねご理解 一回をいただきたいなというふうに思っています。Thank you. Um, ありがとうございます。え、日本のプレスから。何か質問がございましたら、あの、ぜひ、あの、手を挙げてください。I guess、uh, you、your yes next。 オーストリアあの新聞社のものですけど。 もしこのような基地建設の強化を無効にする、取り消すということになりますと、裁判で何年もにわたって戦うことになると思います。そういったことが起きてしまったら基地の建設はどうなるんでしょうか。政府はそれでも基地を建設するんでしょうか。もし5年後、勝訴したならば、基地はもうすでに完成しているかもしれません。そうううななっってししまったらどうなるんでしょうか 建設基地建設を止めることができるんですか裁判中でもどうするんでしょうかはい、えーまあ、基地は止められるのかということであります、まあ、私がまさしく国連で、えーまあ、演説をさせていただきましたのもですね、えー、日本の民主主義とアメリカの民主主義 つまり沖縄県民の自由、平等、人権、民主主義というようなものをです、ねえー、ほとんど顧みない日米安保体制の中で基地が出来上がっていくことについてのです、ね、継承を世界中の人でなで、ね、らしてもらいたいというようなことで申し上げてきたわけであります。日米両政府とと、ね、の権力と 約140万の沖縄県民が戦うということになりますと、誰が見ても沖縄に勝ち目がないなどというふうに思うと思います。しかしながら、私たちは27年間、米軍の私、ね、政権下で、無国籍の人間としてです、ね、人権を蹂躙された時代も生きてきて、そしてその中で小さな島ながら戦って、一つ一つです、ね、人権を積み上げてきた、私たちには強さがございます。 ですから、行政とすれば、いわゆる日本国憲法、あるいはまたそれぞれの法律に従って、法律的に取り消しができるように、行政としてはやります、それから沖縄県民としてはです、ね、あんな美しい海をです、ね、世界の環境問題から言っても、これは許されない、美しい珊瑚の海をです、ね、埋め立てるわけです。私はよく本土の方々に言うんですが、本当に日本の安全保障のためだったら、十和田湖も埋め立てますか。 松島湾もう埋め立てますか、琵琶湖も埋め立てますかと、自分のところにそういうことができない人たちがです、ね、沖縄の美しい海をです、ね、このような形で埋め立てるということ自体がです、ね、私からすると、大変今の日本の民主主義というのはです、ね、おかしなものになっているのではないかと思っています。ですから、これから何年か経ちます、しかし安倍政権も一番長くてあと3年です、来年は参議院選挙も起こります。 国ののの民意というのもその時々ですですから私たちは沖縄県挙げてですねこういった問題を訴えながらあーそして日本の国の民意も変わっていくということも十二分にありうることでありますので、えー、今普通に言えば10年かかると言われておりますけれどもその中でですね私たちも県の権限 護市は名護市の権限等々で,ですね色々持っていろいろのがございます。そういう意味をみんな世界中の人に見ていただいて、日米安保体制の品格というようなものをですね、みんなでご覧になっていただいてその中からですね物事を解決するですね道を探していきたいと思っています。Sorry, I あちょっと追加質問でございますが、基、え、地、ー、の,のパスエッテンチについていろいろ、えー、しお話してください。 他の都道府県と比べて沖縄の基地のパーセンテージというのは高いんでしょうか低いんでしょうかそれから今を反対していらっしゃるのは基地が取得されたその方法に問題があるとその米軍基地が接収されたからというそこの部分が問題なんでしょうかもう少しご説明いいただけますかはいえー、沖縄県は他の都道府県に比べて多いのか少ないのかというようなことでありますけれども。 沖縄県の日本国の中で占める面積は0.6%にアメリカの米軍専用施設が73.8%あります。この78%と0.6%ということを国民1人当たりに変えますとですね1人当たりで負担をしているものは沖縄は800倍ぐらいですね負担をしているわけですねですからその意味でもまず沖縄は大変な例外なことであります。 そそしてれれも強制接種をされたというですね。自ら軍用例えば軍用治療をもらうためにどうぞどうぞお使いください私たちはお金が欲しいですからと言って差し出した場合には沖縄県にも責任があるでしょうけれども私たちが収容委員会に入っている時そしている場合でも銃剣とブルトーザーで壊して基地が作られてきた経緯がありますからそういった経緯の中でこれだけの基地が作られました。そして今度は あサンフランシスコ講和条約で日本から切り離された時きに朝鮮戦争が起きたんです。そうするとその時までの沖縄には海兵隊はいなかったんです。ところが朝鮮戦争のために海兵隊が北九州あたりとか岐阜とか山梨とか岩国に来たんですね。あの海兵隊の基地がですね。そうすると朝鮮戦争が終わって何が起きたかというと日本の本土の国内でですね。 米軍基地反対の運動が起きたんです。60年安保を控えてますから、その時の日本の人たちのですね反対運動の高まり、日米関係がおかしくなるということで何が起きたかというと、本土にある海兵隊がみんな沖縄に移動してきたんです。もう沖縄日本から切り離されてますのでね、ここはどこの島でもないわけです。えー、米軍が 高等弁務官が軍人が占領しているトップにいる沖縄県ですので海兵隊は続々続々です、ね、沖縄に来てです、ね、普天間飛行場はです、ね、その作られている時にはまだ県民が歩いたりするぐらいです、ね、のどかな飛行場だったんですよ。 それが朝鮮戦争が終わって日本国内で嫌だという運動が起きたので沖縄だったら文句は言うまいということで沖縄にですねどん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 持ってきたわけですねですから取得過程にも問題がありますし現に置かれているパーセンテージも問題でありますしもともとは日本国内にあったんですね中谷防衛大臣と話をしたときに一つだけ私はこれ違うんじゃございませんかって言って強く言ったのはですね朝鮮戦争があったから 海兵隊が日本に来てそしてそれがまた沖縄に来たわけですけれどもあの時朝鮮戦争の時のですねベースはどこにあったかっていったら九州の北にあったんです。向こうに 九州の北が向こうに近いわけですから今の韓国北朝鮮とはです、ね、本来なら今北朝鮮がミサイルを飛ばす心配があるんあれば九州の北の方にです、ね、ミサイルを置いてです、ねえー、北朝鮮にです、ね、対峙するのが日米安保体制からいうとです、ね、大変有効なものだと思いますだけれどもそこは何の理由か分かりませんが危ないと沖縄からみんなミサイルも発射するんだというです、ね、こういったもの等がです、ね、全てにわたって見えてきますので 沖縄県民からすすると大変ですね私たちは一体何なんだろうかというです、ね、ものを一人一人が持っているんだということをです、ね、是非ご理解いただきたいなと思います。 私見たときに83%の日本の,この自衛隊施設はないと。つまり70%の自衛隊の設備も沖縄にあるんでしょうか。それをまず確認した上で次の質問に移りたいと思いますけれども、自衛隊はどうなんでしょう当然、27年間、 米軍に施政権下に出されたわけでありますから沖縄県は44年前まで全部米軍でしたそしてその米軍も減らない中にですね那覇空港今あの観光客が720万人沖縄に訪れますけれども那覇空港のですねそばに自衛隊の大きな基地があります。これは中国を睨んでのでのすね 今、その質問が出ると思いませんので大きさの奇数とかそういうのは説明できませんがこれは大変大きな米軍の基地であります。そして今度は与那国という台湾に一番近いところにです、ね、今回基地が建設されることになりました。 それから中谷防衛大臣がこの前おいでになったときにそれから国会でも議論になってますから予算も獲得したということですのでできると思いますけれどもできるような方向で動いていると思いますけれども宮古石垣にもですね数百名規模の自衛隊が入っていくということになっておりますですから全国で自衛隊が置かれている都道府県は十いくつかだと思いますけれども米軍が置かれているところもいくつかありますがある意味で合わせてということになりますとですね 沖縄の基地というものはそれこそ不沈空母要塞のようなですね島になりつつあるというふうには私は思っております。後ろの方でございますがあの記者の方でございますか。フルフォードと申します。 日本語で質問をさせていただきます。知事の先の説明では、えー、沖縄の米軍基地というのはその中国から日本を守るというあの軍事的な意味合いないというおっしゃいましたけれども、まあ専門家の意見として、そうするとその知事によるとその基地の基地の本当の目的は何だと思いますか。なんで日本沖縄にあるということですね。先ほどの説明をですね。 どのように聞いたか分かりませんけれども中国から日本を守る意義を私は否定をしたわけじゃないんです中国から日本を守るんであれば日本国民全体で守ってもらいたいということを言っているわけですなぜ沖縄だけにですねミサイルから何からですねこれだけの基地を置いていざ戦争になった時にはですね沖縄が戦場になるのは当たり前じゃないですか何かが起きたら普天間や嘉手納にミサイルを向けて撃つのは当たり前であってだから私は 北北朝鮮だっったら九州の北の方に置きなさいよと言ってるわけですねソビエトが仮に脅威あロシアが脅威になるんであれば北海道や東北に置くのが筋じゃないですかという話という意味で言ってるわけで何も中国のです、ね、脅威がないからあーあの沖縄に置くべきでないという話をしてるわけじゃないんです。沖縄があまりにも こういったもののです、ね、歴史的にもそうですが、現状においても何の関わりもなくです、ね、関係なく日本を守るために沖縄が前線に差し出されているんじゃないですかということを申し上げているわけです。後後ろろのの方方どうぞ後ろの方 記者ですよねシリーリズの奥田亜さんはです、ね、オール沖縄に真似てオールジャパンを掲げて保守、えー、から共産党までの勢力を結集して、えーまあ、政権交代を目指そうと安倍政権の暴走を止めようとしているんですがあのオール沖縄のお、まあ、手法を伝授するとか連携するというようなお考えはないでしょうか。まあ、安倍政権打倒を する安保法制、反対する勢力との連携について、ご意見をお聞かせください、えー、沖縄のオール沖縄というのはです、ね、これはもう、ある意味で長年にわたってのです、ねえー、蓄積をされてきたものであります、一番保守と革新がです、ね、自分で望んで持ってきたわけでもない基地を挟んで,です、ねえー、その自由主義社会を守るんだ、生活を守るんだというのが保守でありました。 そしてこの中で、婦女暴行事件とか小学校にジェット機が落ちたとか車で日本沖,沖縄の人を引き殺しても無罪になって帰っていくとかそういった出来事を見てきておりますので革新の皆さん方はどっちかというと人権とか尊厳誇りというものがなければ人間は生きていけないんじゃないかというような形で,ですね戦後2つでもって補完をし合いながら沖縄の政治というのが私はあったというふうに思っております。 しかしながら、経済という意味でも、アジアのダイナミズムが起きてきて、今、沖縄は観光産業から情報通信産業から、大変経済的にですね成り立っていける自信を持ってきております。ですからこのの革新の皆さん方もいわゆる55年体制や 冷戦構造が終わった中での意意義付けとという意味からすると大変色々お考えになっていると思いますでその中で何が変わらないかというのは沖縄の基地問題が0.6%の面積に73.8%というです、ね、日本国中でも著しくです、ね、基地が置かれている状況があるもんですからそれはもういがみ合って2つが力をそがられないで心を1つにして日本政府アメリカ政府にねぶつかっていきましょうよと。 私たちが分かれておったんではただでさえ私たちの力は日本国やアメリカ国民からしたら の国からしたら億分の一万分の一でもありません億分の一の力しかない中でですね私たちの県民が心を一つにしてこの問題に当たりましょうよということで今保守も革新も一緒になっておりますですから今シールズのあの方がどういう形で今思っておられるか分かりませんが思っていることは大変重要だと思います。だけど沖縄ががいいいてきたももののそれれれ大変このいい形でです、ね、触れるものであれば 私たちもこういうことでしたよということで話をしてです、ね、やっていきますけれども今現在そういう意味からするとです、ね、やはり今一強多弱と言われておりますけれども何にしろ沖縄のオール沖縄という意味ではなくても多弱と言われている方々はです、ね、やはり心を一つにしてです、ね、頑張る必要があるのではないかなとその方が日本の民主主義という意味でもです、ね、しっかりとした民主主義になるのではないかとこれは思っております。 オッケー、okay, thank you、um,。ありがとうございます。えっと。Know, bo, yeah, just, uh, um, 前回あ、あの、すみません、ビデオニュースの順番です。前回知事がこちらに来られたときに。まあ、沖縄はどうするんだ、どうするんだ、質問がいっぱい出たときに、知事がですね。これ沖縄の問題というよりも、むしろ。 日本の問題本土の問題あなたたちはどうするんですかという問いを前回この会見でなされましたでその後ですね、まあ、安保法制なんかをめぐってかなり多くの人が政治参加な政治参加をするような機会を日本は持ったわけですけれども知事のですね感触としてその後前回来てから今回までの間に沖縄問題に対する沖縄外つまり本土ですねの人たちの 姿勢見方、態度、メディアの論調も含めてで構いません、何か変化なり、前進なり、知事から見た、見た、見た、見ての前進なりっていうのは見られるところがあれば、教えてください。なければまたそれでないということを教えてくださいはい、この私が知事になってから、約1年近くになろうとしておりますけれども、それからこの東京要請行動。 沖縄県の政治家がみんな東京に行って、えー、反対を訴えても一個だにしなかったこういったような状況からです、ね、今どういうふうになっているかといいますと特に辺野古の問題に関して言いましたら私が各閣僚と話をする内容が皆さん方で報道していただいた中で,です、ね、今日本国民の おー約10%を上回る人が、まあ、各社によってパーセントほどが違いますので平均でいうと沖縄に基地を置か,な置かない方がいいというのが40%それから置いてもいいというのが30%ということで沖縄に基地を置くべきでないというのが 各新聞の世論調査の平均的なです、ね、状況になったという意味ではやはり本土の方々もです、ね、この問題に関心を持ってそして数字でもって表していただけたなというふうに思っております。 それから今の安保法制に関しましてもです、ね、ある意味でこれも各社バラバラでありますけれども、平均すると多分安保法制に反対が60で、賛成が30ぐらいの2倍ぐらい反対をしているというのが、これはそんなに違わない形で、今の国民の世論の調査だというふうに思っております。ですから、この流れというようなものはです、ねえー、ございますが。 私は、えー、いわゆる沖縄もそうでありましたけれども県民の方がです、ね、政治の先を行ってるというですねもう各政党会派というよりはこのことの問題に関してみんなでまとまって何とかしてちょうだいよというようなものが沖縄県もあったからこそオール沖縄になったんですね。ですから日本の政治もちょっとひどいんじゃないですかと。 手続き的にもこんなに反対があってもこのように法律を通してしまうというようなことでは、えー、もうどの政党が大きくなろうが小さくなろうが大したことじゃないでしょうと。 こういうものにもっと力を結集できるような勢力を作ってです、ね、そしてこの民意を本当に問えるようなそういった政治にしてもらいたいというのがです、ね、私は本土の方々の考え方にも強く色濃く出てきたなという意味では今回のある意味で強行採決みたいなものはです、ね、その後の日本の民主主義といいますか在り方については大きく反省するところに行くか。 な、えー、し崩しに押し込まれて、えー、この日常から非日常という神域とを乗り越えていくのかこれはもうみんなで考えることですので私から申し上げられませんがやっぱりその辺のところを考えながら今現状としてはあその多弱であるけれどもいい方向にはいってるのではないかなというふうには思っています。Okay. Thank you. 残念ながら時間が来てしまいました。最後に短いアナウンス私たち 政府の代表、閣僚、また自民党の政策担当にここに来ていただき、こういった問題について話していただきたいと要請しております。まあ、普天間、辺野古のみならず、他の問題についても、沖縄経済ですとか、その他について話してほしいという要請をしました。まあ、この1年間、いろいろ要請をしておりますけれども、これといっていいお返事が来ております。あの政府も自民党も拒んでおります。けれども できれば自民党のどなたかに来ていただいてこういった問題について話していただきたいと思います。いろいろな意見を聞くということは大事だと思いますので、ぜひとも実現したいと思っております。いずれにしてもオナが大使、あ、知事に感謝申し上げたいと思います。今日お越しいただきましてありがとうございます。大変お忙しい中でジュネーブから戻られたばかりで多少時差ボケも終わりなんではないかというふうに思います。あの非常にあの短いジュネーブだったと思いますのでいつものことながら、まっすでにもう名誉 会員でいらっしゃると思いますけどもう一回名誉会員のにさせていただきたいと思いますまたいつか来ていただきたいと思いますこの基地の問題だけではなくその他の沖縄が直面している基本的な問題例えば経済ですとか今おっしゃったようにいろいろな問題観光がまたその IT のハブになる流通ハブになるといったようなことについてもお話しいただきたいと思います他の基地の 以外のことについてもいろいろとお話しいただきたいと思います、うん、いずれにしましてもありがとうございました